者のようなフィリピン人、現地の人には、あんまり近寄らないというか、相手にしない方がいいかなって思いますね。特に日本語で話しかけてくる人っていうのは、かなり、なんか騙そうとしているというか、そういう話を持ってくる可能性が高いので、ボラ界でもですね、それはかなり注意された方がいいかなと思います。あと、エルニドですね。まあ、エルニドはですね、やっぱりパラワンの中で、やっぱり、まあ、高級リゾートというかですね、まあ、欧米で認められている世界ナンバーワンビーチリゾートなんですよね、輝かしく。で、フィリピン最後の秘境って呼ばれてて、本当にエメラルドグリーンのですね、美しい場所なんですけども、やっぱりここは観光地としてもですね、フィリピンの中でも価格帯も高くて、やっぱりクオリティとしてはですね、結構ちゃんとした人が来るっていうか、まあ欧米のセレブも実は隠れ家的に遊びに来るような場所って言われてるので、まあそういう意味ではですね、治安はやっぱりいいなと思いますね。ただパラワン全体がいいってわけじゃなくて、エルニドのそういう高級ビーチリゾートは、やっぱりそこはしっかりセキュリティがしっかりしてるってことなので、パラワンでも変なところに行ったりとかですね、すると、まあコロン島でなんか殺人とかってあったんですけども、どの場所も、パラワン、エルニドの近くがすべて安全ってわけではないので気をつけます。